第4回目の裁判を迎える東京の被告の方ですね。NHK から準備書面2というのが出てきておりまして、17ページまで書いてくれてます。弁護士3人ついてまして、たくさんのミスというか、これ逆に、我々視聴者に応援してくれてるのかなと思うような準備書面、いわゆる NHK 側の主張をいただいております。特に17ページのところですね、これ被告を視聴者、原告 NHK と読み替えますね。視聴者は NHK の放送を受信していることを認めているところ、視聴者は放送受信料を支払っている他の多くの視聴者の負担に、いわばフリーライドをして NHK の放送を受信しており、しかも放送においては電気、ポツ、水道などと異なり、NHK において未払い者を理由に、特定者に対する供給を停止することが不可能であることからと書いてます。簡単に言うとフリーライドよりただ乗りですね。ただ乗りしているような、この裁判で訴えられている視聴者、ただで NHK の番組を見ている人っていうのは、電気や水道のようにお金を払わない人には商品の提供できない、いわゆる NHK で言えば番組の提供をストップできない、不可能であると言ってるんですね。B キャスカードの存在を知らないんでしょうか、わざとなんでしょうか、それともわざとこういうことを書いて私を案に応援してくれてるのか、この弁護士ですね。非常にありがたい答弁をですね、 NHK、 これ弁護士といっても NHK の代理ですから、 NHK という組織が裁判所で発言しているということになります。非常にありがたいことで、本当に、NHK はいわゆるスクランブルをできないと、不可能だと言ってきてるんですね。これは技術的にできないのか、法律的、いわゆる法的にできないのか、それとも理念としてできないのかというようなところを言ってきてる。どれかは分かりませんが、少なくとも不可能と言ってるんですね。これは非常にありがたいことです。その前の16ページのところですね、消滅事項の援用が審議則に反し権利乱用であるということで、仮に消滅事項完成後の債務の承認が認められない場合も、以下の通り本件において視聴者が消滅事項を援用することは審議則に反し民法1条2項または権利の乱用民法1条3項にあたるものとして許されない。ありがたい、これも本当ありがたい言葉をいただきました。民法1条第2項ですね、権利乱用するなとか、こんなことを僕に教えてくれてるんですよ。実質上はもう NHK を潰しましょうというようなメッセージにも僕は感じ取れます。民法第1条第2項はですね、権利の行使及び義務の履行は審議に従い忠実に行わなければならないというんですね。まさに NHK の権利っていうのは受信料を視聴者からもらうという権利なんです。放送法64条の第1項ですね、審議に従い忠実に行わなければならない、ね、かつ民法1条第3項ですね、権利の乱用はこれを許されないということで、まさに審議則ですね、正義とか信用っていうか、そこに NHK の受信料の今回の裁判は反していると、そのままそっくりそのまま NHK 側に、これは使える言葉、こういう法律があるんですよということを私に教えていただいているのかなと思っております。で、この金曜日の4回目の被告の方ですね、特にこの陳述書の、これはちょっと個人的メッセージですか、陳述書の、項第25章の陳述書、ここの2ページ目に書かれている平成20年1月19日の、原告担当者、いわゆる NHK の女性の電話オペレーターですね、この人間のですね、承認申請をですね、ぜひしたいというように考えておりますので、書記官に確認をしてください。書記官が難色示すようであれば、ということは次回期日ももらってください。もうね、徹底的にこれ一審でやってしまった方がやりやすいと思います。ちなみにこういう形で証拠申請書っていうのを私の方で用意しますので、相手のこの女性職員というか担当者ですね、1月19日に、まさに消費者金融の取り立てのような
払うんですか払わないんですかというようなですね、弟様のが亡くなってですね、お葬式に出かけなければならない日に電話をしてきてですね、しつこく受信料の支払いを迫った。この1月19日、営業局受信料特別対策センターの原告担当者、これをぜひ、書記官の方にこの方の氏名を確認してください。ここに、その NHK の担当者の名前を入れてですね、どういう状況であったのかっていうのを証人として呼び出したいということです。もうこのように私も裁判をしていく手法、もう私にはたくさんの武器があるんですが、その武器の使い方を知らない、ところがどんどん NHK の弁護士がですね、その戦い方を教えてくれるんで、日々成長していってる状態です。どんな武器があるかと言いますと、 NHK は今このようにスクランブルはできないというような回答を返してきてます。11月28日時点で。ところがスクランブルできないなという真っ赤な嘘で、これご覧いただければ産経新聞11月9日ですね、今年の JS 号がスクランブル、 NHK のスクランブル化に対して、イエス 88% が賛成、 12% が反対なんですね。これ地上放送 NHK のスクランブル化について、11月6日までに5694人から回答がありました。 NHK の地上放送はスクランブル化を導入すべきか、ではイエスが 88% になりました。娯楽番組の多い NHKBS 放送は導入すべきかはノーが 51%、 NHK の番組を見たいかはノーが 69% に上りましたということで、スクランブル賛成が 88% で、 NHK の番組を見たいかということに対して見たい人が 31% しかいない、こんな状況なんですね。それでNHK はここ特に大事です。スクランブル化についてはですね、 NHK は公共放送の理念と矛盾するなどとして導入していませんと。したがって、これは技術的にできないとか、放送法上できないということではないということを NHK も自ら認めていると。にもかかわらず、これが6日なんですが、28日付の準備書面ですね。では、不可能だと言ってるんですよ。もうどのように不可能だっていうのか、ここにはっきり書いてあります。特定者に対して供給を停止することが不可能であることからと書いてありますね。不可能っていうのは絶対できない、 0% です。難しいとかではなく不可能と書いてきてます。ということで、まあこういうですね、武器が多々揃ってきております。他にももういっぱいあります。この今週ですね、8月29日の文書、今週いっぱいその、大阪のですね、視聴者に、電話送っています。手紙をですね、内容証明送っていましてですね、私どこにたくさん電話が来ております、ね。